皆さんこんばんは、小野寺勝でございます、気になる現場へちょっと潜入ということで、今日も皆さんが知りたい現場に潜入をしてきました。まずですね、このツイートちょっとこれご覧ください。このツイートなんですけれども、今から3500年前の縄文後期に作られた小樽にあるストーンサークルである。ここは儀式に使う場所で、墓地の役割も担っていた。アイヌ文化とは全く違いアイヌ文化が現れる2500年以上前にこのような文化が北海道にあったのだ。アイヌが先住民族という主張は甚だ疑わしいというツイートをしましたが、このツイートですね、あ、こんな場所があったのかだとか、あ、こんなのは知らなかった等々ですね、かなりちょっと自分が思った以上に反響がありました。なので実はこのですね、場所だけではないと、小樽周辺はそういう、まあ、遺跡ですとかそういうものの宝庫だということで、まあ、そのエリアをですね中心に皆さんに北海道ではどういう歴史があったのか、それにまあ乗っ取って考えると、アイヌは本当に先住民族なのかという話をですね、一度整理をした方がいいのかなということで、気になる現場へちょっと潜入で皆さんにですねこのエリアのことを知っていただきたいと思います。まずですね、最初に私は小樽に行ってきました。この動画をご覧ください。今僕は小樽の手宮洞窟に来ています。皆さんも知っている方もいるかもしれませんが、私は小樽の大学に通っていたので、大学生の時もここに来たことがあってですね、また地元では古代シルコというですね、古代の文字がこの地域にあったんだということで、それにちなんだお菓子もあるぐらいですね、小樽の方々はここにその遺跡があって、その遺跡の洞窟には古代文字があったんだというようなことを全員が知っているという、このですね手宮洞窟なんですけれども、この看板を見ていただいたら分かるように、1600年前の俗縄文時代の壁画があるということで、今はですねちょっと今日休館ということで、さらにその新型コロナの感染拡大の防止のためということで、まあ、当分の間臨時休校ということで中には入れません。ここの、まあ、ホームページ等々からいろいろな、まあ、資料をですねスタジオの方で出して、皆さんに説明をしたいというふうに思っています。ということで、私手宮洞窟に行ってきました。ここなんですけれども、今ちょっと画像に映っておりますけれども、建物にですね、その、まあ、昔は、まあ、古代文字というふうに言われてたんですが、今は文字ではなくて、まあ、絵のようなものだということで、まあ、そういうような学説になったやに聞いておりますけれども、このような、まあ、その人ですとか動物ですとか、そういうものを、まあ、彫ったようなものが洞窟にあるということで、まあ、動画の中でですね、まあ、この中はどうなっているのか映せないですがという話をしましたが、実はこういう、まあ、画像がありました。ちょっとこれをご覧いただきたいんですけども、これもですね、まあ、1600年前の、まあ、その俗縄文時代の、まあ、遺跡なんですけれども、この遺跡を見たら皆さん分かるようにですね、アイヌというものは文字を持っていなかったですし、何かにその記録をですね、まあ、その書き込むというような、そういう文化もなかったということを考えると、これは明らかにアイヌ文化とは異質なもので、さらに1600年前ということは、アイヌ文化が現れる1000年以上前にですよ、こういう高度なアイヌ文化よりも高度な文化が小樽周辺にあったということで、まずこの事実を知っていただきたいんですが、さらにですね、これと同じような洞窟が実は別の場所にもありますので、ちょっとこれご覧ください。今僕はですね、余市町のフゴッペ洞窟に来ています。小樽にあるですね手宮洞窟と同じような、まあ、壁画というか刻画が出ているということで、まあ、これはですね、詳しくはスタジオで説明したいと思いますけれども、このような文化がここは俗縄文時代のものということですので、まあ、2000年前ぐらいなんですが、そういうものがここから出土しているということです。ということで、ここはですね、隣の余市なんですけれども、ここにも同じような、まあ、刻画、まあ、その、まあ、彫った絵というものが
あるんですが、まあ、中は撮影禁止ということで、まあ、撮影できなかったんですけれども、ここもですね同じような、まあ、そのこういう、まあ、その彫刻というか彫り物がありましたよということで、まあ、通路にですねいろいろ貼ってあったのを今順番に見ていただいていますけれども、このようなものがあったんだと。ここも、まあ、その小樽の手宮洞窟と同じような、あ、まあ、あ、その掘った絵があるんですが、実はですねこのような掘った絵という、まあ、その遺跡というのは日本で2カ所しかないと。その2カ所はここなんですよ。つまりこんな大切な我々の、まあ、大切な、まあ、過去のですね、まあ、族縄文の方たちの文化だとか生活の営みだとか、まあ、いろいろな文化水準が分かるようなものがあったんですが、実はここですねかなり寂れてしまっている印象があります。手宮洞窟に至ってはですね、まあ、コロナの影響でずっと閉館をしておりますみたいな張り紙が貼ってあって入れないというような状況で、かたやですねウポポイにあれだけお金を使ってどん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 人のおか来てくれというような、これが北海道の文化だってやっている一方で、北海道に2カ所ある国画のその洞窟というのは日本では一切ない非常に貴重なものなのに、それに対するですねこれ税金の補助ですとか、まあ、PR だとか文化の発信は全くしなくていいのかなと思うぐらいのものでした。ただですねこのフゴッペに関してはですね、今画面に出てますけれども来たことない町民ゼロ計画始動ということで、町民も相当行っていないので、町が挙げてですね行ったことのない、ここの洞窟に行ったことのない町民をゼロにするぞという運動をしているというですねポスターが貼ってあって、ああほとんど知られてないのをどうにかしようとしてるんだなってのが分かりましたが、これなんですけれども本当にこんなことでいいのかなというふうに思っております。そしてただこれですね町民がゼロになった時にですよ、あ、こんなフゴッペ洞窟っていうのがあって、こういうようにいろいろな動物だとか船だとかいうものを掘ったような絵のようなものを描いてあった高い文化水準の人たちが住んでいたんだと。で、これなんか温暖化だったのでそこに住んでいたというような話も説もあるんですけれども、まあそれはさておいてですね、それが町民が全部知れた時にどうなるのかと、あ、アイヌより先に住んでた人いるんだってなっちゃうので、余市としては致し回収なのかなという思いが私はあります。それでですね、実は、まあ、国画に関してはこれまでなんですけれども、さらにですね、遺跡というものが周りにありますので、実はこのすぐ近くにですね大谷地遺跡というのがあるので、これもその縄文時代の、これは本当に3500年とかそれぐらい、3000年とかそれぐらいのものなんですけれども、これが出たという非常にその大きい重要な遺跡があるんですが、そこの場所をですねこのフゴッペの係員というか、なんか学芸員の方かな、受付の方かは分かんないんですがに聞いたらですね、え、行くんですかと。で、なんか地図とかありますか？ないと。で、行っても何もないですよっていうような話なんですよ。で、まあ、そこに行ってきました。まず行ってきた。これご覧ください。今僕は余市町の大谷地貝塚に来ています。ここの貝塚なんですけれども、まあ、フゴッペはですね、俗縄文時代の、まあ、遺跡が出たということなんですが、ここは縄文時代の遺跡ということで、さらに1000年以上前のものがここから出土したということで、国指定のですね史跡になっているんですけれども、ご覧のような状況になっています。まあウポポイ等を考えたらですね、このような、まあ、国指定の史跡の場所で、まあ、非常に、まあ、重要な、まあ、いろいろな出土品が出たということは、ここの場所にですね建物を建てて、でここからどういう重要な、まあ、その出土品が出たのかということを展示して僕は叱るべきだというふうに思っています。まあ、別のところに展示をされているという話なんですが、
なぜですね、ウポポイの方にあんな200億円以上も作ってですね、使ってですね、まあ、文化を捏造しているというような施設を税金でやっているのか、それならですね、こういうところに、まあ、お金をつぎ込むべきではないか、それが北海道の本当の歴史、そして日本の歴史を知る上で重要な場所なのではないかと僕は思っています。これはですね、国指定の史跡の大谷地貝塚なんですけれども、これですね、ほぼ草ぼうぼうで、何ですか、これ国指定の史跡なのにこんなに荒れ放題でいいのかなと。そしてこっからこんな出土品が出ましたよということで、建物でも建ててですね、そしてまあ多くの方たちにいろいろなものを展示すべきなんじゃないのかなと私は思いましたが、まあこのように荒れ放題です。でこれもやっぱりウポポイと対比をしてしまうんですが、まあここから出たですね、出土品は別のところで展示をしているやに聞いておりますが、ここですね、本当に広い土地で、まあ保全の意味もありますし、ここからこんな素晴らしい、まあいろいろなものが出たんだと、まあ土器ですとかいろいろなものが出ているので、そういうまあ高い文化水準にあった人たちがここにいてですね、さらにすぐ近くには、まあその壁にいろいろな文様をまあ彫っていたというような文化もあった等々ですね、一丸となってここのエリアは素晴らしい文明があったんだと、文化があったんだというような発信をすべきなのになと思ってんですが、このですね、あれ用ですよ。さらにここのエリアはいろいろですね、不思議なものがたくさんあります。次の場所、これご覧ください。今僕は西崎山のストーンサークルに来ています。これは縄文時代の約3500年前のですね、まあお墓だったのではないかというふうに言われている場所で、実際にあのように、まあ、墓標のような石がトン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 と立っていて、その周りに、まあ、その平らに石が配置をされているという、そういう形状でですね、かなり大きいというのが、まあ、ここに来て感じる実感です。これですね、ちょっと親と思うようなこともありましたので、それはスタジオで、まあ、報告するといたしまして、やはりこういうですね、まあ、縄文人の、まあ、住んでいた息吹というものがこの余市小樽では感じられるということで、ここからも、まあ、今アイヌの人たちの文化というのはこういう文化がないので、本当にアイヌは先住民族なのかということを考える上でも非常に重要なストーンサークルだというふうに思っています。ここの場所はフゴッペ洞窟の方に聞いたらすぐにですね、地図も出して教えてくれた場所なんですけれども、西崎山ストーンサークルという場所です。でここなんですけれども、まあ上がっていくのは非常に大変なんですが、まあ上がってってみたらですね、あ、こんなに素晴らしいものが、まあ、あるのかと。これもまあその墓地というようないろいろな儀式で使われていた場所ということで、これもアイヌ文化と全く違う文化があったということで、本当にこういう素晴らしいものもたくさんある。ただこの場所ですね、ちょっとえっと思うような気づきもありましたので、まあそれは後から話すとして、この余市町にはこういう西崎山ストーンサークルというものがあると。さらに次これご覧ください。今僕は地鎮山環状列石、地鎮山ストーンサークルに来ています。この地鎮山なんですけれども、余市と小樽の、まあ、中間というか、かなり余市側の方に、まあ、ある山なんですけれども、ここは、まあ、国の指定にはなっていないものの、北海道指定の史跡ということになっています。でこの場所なんですけれども、ほとんどの方が多分知らないというふうに思います。まあ道路を走っていて急にですね、標識が出てきて、駐車場もない場所でですね、まあとんでもない、そのなんですか、急な、まあ、草の生えている道を入ってこないとですね、ここにたどり着けないと。さらに、まあ、階段も相当ですね、急で、まあ、長いですね、坂道を登ってこないとここに来れないということなんですが、やはりですね、こういう非常に重要な史跡であるはずなのに、この看板を見てもらったら分かるんですけれども、
まあ、ほとんどメンテナンスがされていなくてですね、看板にも多くのひびが入っていると。こういう重要な施設の看板ですとか、こういうまあ 現場ですね、こういうものをしっかりと税金でまあ措置をしてまあ守っていくということが本当に重要なんですけれども、まあ、ここの場所に来てもですね、このようにかなりずさんな管理をされているということでちょっとがっかりしています。これは地鎮山のストーンサークル環状列石なんですけれども、ここもですね、これは国指定ではなくて北海道指定で、先ほどまでは余市町、ここからは小樽市になるんですけれども、まあ、素晴らしいストーンサークルがある一方で、駐車場もなければですよ、その道も荒れ放題で看板もぐちゃぐちゃと、これ本当にこのまま朽ち果ててなくなってしまうのではないかというぐらいずさんな管理をされていて、まあ本当に僕の頭に浮かぶのはウポポイのあの立派さと、お金をジャブジャブ使ってる雰囲気の中で、なぜこっちにはほとんどお金も使わず、まあ、ずっと荒れ放題になっているのかということはですね、本当に解せません。さらにこの場所にも行ってきました。今僕は小樽市の初路というところに来てます。今ここに看板がありますけれども、おしょろ環状列石というですね、まあ、ストーンサークルがある場所なんですけれども、私は以前江別の古墳の前に立って、これはアイヌが先住民族ではない証拠だというふうな話をしましたけれども、実はここのおしょろ環状列石もアイヌが先住民族ではないという、まあ、証拠だというふうに思っております。それは3500年前の縄文時代後期の遺跡であって、ここで、まあ、その死者を弔うですとか、まあ、墓地の役目をしていたということで、このような風習はアイヌの方たちにはなかった。さらにアイヌの文化が登場するはるか前、3500年前にこのような文化が形成されていたということは、まあ、ここの場所にはですね、アイヌではない方たちがいたという証拠になるというふうに思っています。おしょろ環状列石、ここが先ほど一番最初にツイートをした場所ということで、ここも国指定の場所で、これはその、まあ、農家の方の敷地のところにあるということなんですが、駐車場も若干あります。ただですね、まあ本当に今来る方がほとんどいないだろうなというような、まあ荒れ放題の道にポンとあると、その何ですか、主要道路の奥の方にあるんですけれども、このようなずさんな管理を、まあ、俗縄文ですとか縄文時代に出た非常に国の中でも重要で珍しいその遺跡だとか史跡がこのような扱いを受けているということは本当にどうなのかなと。さらにですね、まあ、その先ほど言った西崎山環状列石に関してはですね、この山にはストーンサークルがたくさんあるんだというような記述もある中で、じゃあどこにあるんだというようなことがですね、実はわからなくなっちゃってます。言ってもですね、そこを書いてあるんだけどわからないと、看板も本当にボロボロになってですね、これはちょっとと思ったんですが、このですね問題というのはやはり皆さん知らなかったと思いますが、小樽周辺でですよ、こんなにたくさんアイヌが先住民族だったのかは疑わしいというような、まあ証拠っていうか、もう完全にもうこれ決定打ですよねがあるのに、その件に関してはほとんど誰もですね口に出さないと。で、先住民族の定義は違うんだみたいなわけが分かんないこと言ってますが、先住民族の定義は一番最初に誰が住んでたかっていうのに決まってるわけで、そう考えるとこういうまあ遺跡ですとか貝塚ですとか、まあ、ストーンサークル等々のものをですね、これだけ雑に扱ってるっていうのは逆にアイヌのことをいろいろ考えて先住民族なのにそうではないようなものがあるとどうなのかということで、やってるんじゃないのかと勘ぐってしまうような感じです。で、勘ぐるといえばですよ、先ほど言った西崎山ストーンサークルでちょっとおかしなものを見てしまいました。これなんですが、実はですね、最初のこの看板は
まあ、昔使われていた看板で、若干ですね、ちょっと何ですか、その汚れているというか劣化が進んでますけれども、これ道をですね、登山道っていうか道を変えて、今は皆さんこの看板を見るようになったんですけれども、昔作られた看板と今作られた皆さんが見る看板の内容がですね、違うんですよ。ちょっとこう対比したいと思いますけれども、これご覧ください。これ西崎山環状列石、国の指定に受けた理由なんですけれども、昔の看板では、縄文時代の人々が石を配置させて作った遺跡で、考古学上重要な遺跡として認められたためと、縄文時代の人々がと書いてありますが、新しい看板はですね、指定の理由がですね、違うんですよ。変わっちゃってるんですよ。古代人の残した石造りの遺構として、考古学会の学術調査上重要な遺跡として認められ、北海道教育委員会より史跡文化財として指定を受けたということで、縄文人の序の字もないと。で、古代人の残したって、古代人って、いつから古代人で何なんだと。年代がわからないように、誰が住んでいたかわからないと。これ古代人ってのはもしかしたらアイヌかもしれないと思っちゃいますよね。こういうですね、書き換えがあって、さらにですね、その説明事項のところなんですけれども、昔のその説明にはですね、まあ、その構造や発見された土器片などから、縄文時代後期約3500年前の、まあ、墓域と書かれているんですが、新しい看板にはですね、その3500年前だとか、そういうですね、表記が一切書かれていないというですね、まあ、書き換えがなされています。これですね、うがった見方ですけれども、もしアイヌのことを考えて、縄文人という表記は予想だとか、具体的に何年前にこのストーンサークルがあったんだというようなことを書かないで、なんとなくそのモヤモヤっとした感じで、昔の人が作りましたよみたいなことだと、本当にですね、これ将来的にアイヌの人たちが作ったみたいな、まあ、その見た人がですね、勘違いするような看板になっているんじゃないのかと思わざるを得ないこと、これはですね、余市町の看板ですから、余市町がやったんだと思うんですが、かたやですね、余市町はフゴッペの洞窟を町民全員見るゼロ運動、誰も見ない人はいないような運動をしようと言ってる一方でですよ、こんなことをしていて整合性が取れないんじゃないのかと思わざるを得ません。まあ、とりあえずですね、今日は、まあ、小樽周辺、余市周辺にこれだけ素晴らしい遺跡がたくさんあるんだと、ストーンサークルもあって、アイヌ文化とは全く違う、まあ、アイヌ文化よりも高度な文明を持った方たちがここら辺に住んでいて、まあ、生活をしていたというような、まあ、いろいろな証拠がたくさんあるのに、それが、まあ、全然手入れもされないで放置をされっぱなしで、誰にもほとんど目につかないところにあるというですね、そういう話をさせていただきました。この問題ですけれども、アイヌは先住民族だと騒ぐ人たちいますが、私は今でも先住民族かどうか本当に疑わしいと思ってますし、その証拠は今出したものとうとういろいろあります。皆さんもですね、ぜひアイヌは本当に先住民族なのか、そして北海道の歴史を今一度ですね、振り返って我々の本当の正しい歴史というものを皆さんと共にですね、もう一度学び直していきたいというふうに思っています。今日の気になる現場、ちょっと潜入でした。